ダメだよ。どうしてあなたが。ここは関係者以外立ち入り禁止のはずです。入り口は一つ、警備員が厳しくチェックしている。どうやって入ったの？警備員に何かした？一体何者なの？質問を質問で返さないでください。さあ、ひょっとしてクレミ。そうですか。いえ、遺伝症候群について調べに来たんですね。何か聞きたいことはありますか？質問があれば答えます。誤解しないでください。痛くもない腹を探られたくない。私は神城に世話になっている人間ですから、少しくらいならあなたの疑問に答え。治った人がいたと聞いたことはありません。私が知っている人で最も長くて8年眠り続けています。でもきっと大丈夫です。いつ待つしかないんです。今はどうなるって見ての通りです。エデン症候群の患者は皆一様に昏睡状態になる。それ以外の症状は聞いたことありません。違った症状の人を知っているんですか？この患者ですか？最近運ばれてきた患者ですね。数日前にはいなかった。この人、あなたに似てませんか？そうですか。でも他人の空似にしては。それは誤解です。間違いです。神城もエデン症候群を治療したいんです。そのためにこうして特別治療室だって用意した。専門医たちが治療法をずっと研究し続けています。エデンのせいで誰かが不幸になるなんてあっちゃダメなんです。なんとかしなきゃいけないんです。私が。会話の弾んでいるところを邪魔してすまないが、招かれざる客の登場だ。
こんにちは、ケビンさん。お仕事お疲れ様。ああ、今日もいい男ね。リエさん、今日は来ないはずなのに。ケビンさんのたくましい大胸筋、リエ見てるだけでドキドキしてきちゃう。ああ、我慢できない。つつつ、岸辺様、仕事中ですので。うん、お堅いのね。岸辺リエ、背後のお出ましか。上白の上役が何をしに来たのか気になるな。必要な情報は手に入れた。長いは無用、そこを出なさい。おっと、私の方にも来客だ。ではロビーで落ち合おう。慌てず騒がずな。隠れて、早く。ちゃん、お、げ、ん、き。リエさん、今日はどうしたんですか？入室予定者のリストにはなかったと思いますが。ちょっとねえ、大好きなゆうこちゃんの顔が突然見たくなっちゃったんだな。私が一人でいるのが心配なんですか？なんかリエちゃんセンサーがビビビッときたのよ。またゆうこちゃんが暗い顔してるんじゃないかなって。ほら、辛いでしょ、いろいろ。別に。強がっててもお姉さんには分かっちゃうんだな。ところで、こんなところで何してたのかな。いえ、別に何も。ピクニック的な。はい、あ、いえ、違います。そのゆうこちゃん、なんか変じゃない？私たちの他に誰かいたりして。そんなことそれとも彼女さんかしら。ちょっと探してみたりして、あそこの部屋とかやらしいじゃなくて、あやしで出ていらっしゃい、ゆうこちゃんズラバーさん。このリエお姉さまがゆうこちゃんの保護者として手取り足取り腰取り音。なんだ、誰もいないじゃない。でもゆうこちゃん、別に構わないのよ。彼氏の一人や二人や三出すくらい連れ込んでも。私なんてゆうこちゃんくらいの時には。それじゃ本命の彼の様子の私たちが揃って顔を見せたらと喜ぶんじゃないかな。はい。あの人、どこへ。
無理しちゃダメだよ。行くぞみんな。行くぞみんな。